今回はですね、ゲストに、アスイツユ役の、あ、ゆうきあおいさんが来ていただきましたけども。今、あおちゃんって言うとした あおちゃんって呼んでくれるんですか？あおちゃんって呼んでってこと？何？あおちゃん、あおちゃんって。あおちゃんって。それは違う。それは違う。それは違うな。え、ちょっと、お年ってさ、あれ？ 26 歳です。あ、24歳です。あ、人生の先輩だった。人生の中で。いやでもね、確かにね、芸歴で言うとね、もう、あおちゃん大先輩になっちゃうの。いやいや、やってるっすよ。ほんとに。そうなんです。そう、すごいんだよ、もう芸歴は。いやいや、あおちゃん。あおちゃんさんで行く？あおちゃんさん。あおちゃんさん。あおちゃんさんと呼んで。じゃあ、あおちゃんさんとお送りしてきましたけども。はい。あおちゃんさんいかがでしたか？いや、なんか、すごい、皆さんになんか、つーちゃん好きって言ってもらえて嬉しかったです。ほんと、みんな好きだからね。みんな大好きなんですよ。一番声を高らかに言ってるのが、弊社石川海人。お、なんか言ってくれましたね、最初。ゆうきさんが、ゆうきさんなんですか？そう、その熱い。距離感見えない。距離感見えない。こういう人に向かって言われた。すごい熱い。熱い。近いな、そしてみたいな。近いよね。オールマイト役の三宅さんも、つーちゃんが大好きで。嬉しい！意外！そうです、一緒にインタビューを受けた時に、すごいつーちゃん推しだったんですよ。嬉しい！あれ？そうなんです。ですね。っていうところもあって、大人気なんです、本当に。嬉しい、キャスト陣の何を問わず。いや、もう、がぜん、もう、もともと 120% プルスロートラしても 200% の気合です、今。おぉ、やった!200% までいった、すごい。もう、私、次会うとき、両生類かもしれない。あ、いや、やばい、やばい。そこまで、危ない、そこまでいっちゃう。変える。形から入って、怖い、怖い、怖い。形が変わる。いやいや、いや、これからもぜひよろしくお願いします。イベントもまずは、そうですね、よろしくお願いします。楽しかったです。お願いします。お願いします。改めまして、緑谷出久役の山下大輝です。爆豪克樹役の岡本信彦です。そして、早速ゲストの方をお呼びしましょう。この方です。あすいつゆよ、つゆちゃんと呼んで。あすいつゆ役、ゆきあおいでーす。来たーつゆちゃん、あおちゃん。つゆちゃん来たーよろしくお願いします。人気キャラ来てくれたね、ついに。本当ですよ。みんな人気、みんな人気。いやいやいや、女性キャラの中で、多分一番人気。本当ですよ、王様。今ね、ヒロインの座奪ってるからね、もう。そうですね。うららかさんと戦い、うららかさんちょっと、ドーンドーンっていう戦いが起きてて。やっぱ吐かないから、でもね、胃袋は出ちゃうんですよ。本誌の方をね、見てる人は分かると思うんですけど、ある時に吐くんで、ちょっと。そうか。だから大体堀越先生がね、吐くキャラ好きなの。吐くキャラが好きで。女子のリバースに何かあるんですかなんかロマンを感じているんだろうね。思い出があるのかもしれないですよね。いや、というわけで、キャラクターのことはね、はい、後で後々聞いていきましょうということでですね、はい、ということでヒロアカの方なんですけど、そしてですね、 学園生活が本格的にスタートします。授業を受けたり食堂へ行ったりしましたね。そしてオールマイトの授業がいきなり戦闘訓練って始まりました。カッちゃんが生き生きしてました。生き生きしてましたね。戦えるからね。戦えるから。みんなのコスチュームも熱いですよね。そうですよね。あおちゃん的に見てカッちゃんってどうなの？全然、めっちゃ萌えキャラですよね。萌えキャラなんだ。萌えキャラなんですか？萌えキャラになるんだね。どういうところが萌えます？なんか筋張ってるとこが。そこ深い、深くて、すごい細かいところを見てる。首とか腕とか。なんて言うんだろうな、ちょっとこう怒った時に首がガッてこう前に出て、すんごいこう首周りの筋がガッて立つんですよ。立つね。横にピッて立ったり、立ったりする。あれがいい。あれがいい。あれがいい。あー、すごい。葵先生、ちなみに、デクはどうでしょう？デクは、なんかもうね、お母さんの気持ちになる。ああ。お母さんの気持ちか。頑張れ頑張れって。あ、頑張れって感じ。頑張れって感じのデクだから。って感じで、そのセリフもですね、実際に僕、イベントの方では何度か言わせてもらってたんですけども。先生にね、この前お会いしてきたじゃないですか。そうですよ、堀越先生。その時に、ズバリ、ヒロインは誰ですかって聞いたら、お茶子ですって言って。嘘っぽい。でも言ってましたよね。本当ですか？お茶子ですって言ってて。そうなんだ。え、そうなんですか？つゆちゃんじゃないんですか？お茶子ですって言ってましたね。なんでつゆちゃんじゃないんですかって聞いた。いや、ちょっと、現場だと、なんかね、男人気がちょっと強くて、そうそう、カイトくんの声がでかいから、やっぱり。カイトくんが、ちょっと、つゆちゃん好きすぎて。そうなんですよ。あれ？この作品のヒロイン誰だったかなとかって言って、こう、大声で言うから。そうなんですよ。桜さんにちょっと、なんか、威嚇する。威嚇してたね。前覚えてる。そう、なんか、僕ら挟んでるじゃないですか。カイト君との間を。だからちょっと威嚇し合ってるみたいな。でっかい声でね。そうなの。あと折れるのが早い。あ、すいませんって。すぐ。じゃあ言わなきゃいいのにってみんなに言われるっていう。一言多いんですよ。かわいいなっていうのを言って。お前。
なんつった？あ、すいません。流れすいませんっていうんだよね。ありますよね。はい。